なあミッチ、俺たちさっきまで映画館にいたよな。はい。なのに何なんだここは。夢でも見てるというのか。夢などではない。この城にあやかしどもが乗り込んできたのだ。行くぞ鎧武者たちよ。え、鎧武者って俺たちのことか。あれは、ここは任せて、お前たちは先に進め。ちょっと。あ、いった。貴様の力もらい受ける。マジ？マジか、おい！そんなのありかよ！ここは、俺たちのいた映画館。やっぱりさっきのは夢だったのか？3人揃って、同じ夢ですか？お前たちと同じ夢を見るなど、あまりいい気分ではないな。カイト、そりゃないだろう。え？外務と愉快な仲間たち、大江戸大騒動の上映は終了しました。愉快な仲間だと？どうだレイト、今の映画は面白かっただろう？メモリの数が違う。終わりだ！シェッ！ダッダ
X ブラスター、やったぜ。天の道を行き、すべてを司る男。そんな、鏡、天道、まさか時間を戻したのか。フッ、ファイヤーキック、ファイヤーキック、ハハッ、うわぁ、停止しました。
君の出番だ。大丈夫か？はい。はっ。エイジ、これを。お、これって。ありがとうございます。使ってみます。行くぞ、渡る。うん。いよいよクライマックスだ。派手に戦い、子供たちを楽しませよ。まだまだお楽しみはこれからだ。
成敗。あんたは最初に会った。行け外務よ、子供たちの夢を守るのだ。ああ分かった。お前は戦う理由と言ったな。理由なら俺にもある。俺の守るべきもののために。止めてやるよ。俺が、いや俺たちが、エクストリーム宇宙だ。ショータイム、フィニッシュストレイク、最高。ライダーは立ち合いだからね。行くぜ行くぜ。はぁー、立ち退きアームズ、いざ出陣。いい盛り上がりだ。だがそれでは俺は倒せない。いいだろう、かかってこい仮面ライダー。シネマ行きましょう。コウタさん、そろそろ終わりにさせてもらうぞ。よっしゃ、ここからは俺たち仮面ライダーのステージだ。最高に盛り上がっただろう、レイト。いい映画ができた。これでまた子供たちが来てくれる。ありがとうシネマ、でももういいんだ。おじいさん、一体どこから。彼がレイトよ。あの映画館、テトラ座の支配人レイト。え、おじいさんがレイト、どうなってんの。そしてその子は私が幼い頃に亡くした双子の姉レーナだ。私はいつの間にか死んでしまっていたんだね、姉さん。ええ。レイトは長年愛したこの映画館で息を引き取った。でもこの子は自分が死んだことにも気づかず、その魂だけがこの映画館にとどまり続けた。姿も記憶も幼い頃に戻り、大好きなヒーロー映画に没頭する毎日。私はこの映画館でこの子と一緒にいられることが嬉しかったの。映画館は私の代で閉館することになってしまった。だがこの映画館も私に似てね、自分が閉館になったことに気づかなかった。もしかしてそれが。そう、シネマ、あいつは大好きな子供たちが急に来なくなったことに疑問を抱いた。それで面白い映画を作ればまた子供たちがやってくると。君たちを巻き込んでしまったね、本当に申し訳ない。私は行くよ。私を心配し続けてくれた姉さんと一緒にね。なあ、俺たち探してみるよ、この映画館を続けてくれる人。それにここなら舞さんたちとダンスもできますもんね。おお、それいいな。ミッチー、チームのみんなも喜ぶぞ。そしたらまたお客さんでいっぱいになるな。ああ甘いな。一度失ったものは簡単に取り戻すなどはしない。それでもやるというなら勝手にしろ。強い者が勝ち残っていく、単純な道理だ。ありがとう仮面ライダーさんたち、レイトが教えてくれた通りだわ。仮面ライダーはいつでも私たちの味方だって。ありがとう仮面ライダー。お、エンディングだ。俺たちも帰ろうぜ、俺たちの世界へ。